初シンガポール行ってきました、うん、次の日ナイトサファリ行こうねって言ってて、次の日最悪やベイサンズはいくらした？4泊で どうもかまいたちです。ぶしこり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 。さあ本日は、はい、夏休みこんな感じで過ごしてました。はい、27時間テレビ、うん、MC やらせていただきまして、はい、とんでもなく楽しかったんだよね。いやーすごかったな。山内が何回も言ってるけど、この先仕事ゼロになっても、俺昔27時間の MC やったことあるね。言える言える。よぼよぼクソジジイになったとしてもね、それを元に講演会とか回れる。いやいや回れるか1回の27時間、いやでもそれぐらいのね楽しいことやらせていただきまして、はい、スタッフの皆さんとか、はい、マネージャーの、みんなに甘えさせてもらって、夏休み初めて撮らせてもらいました、ね、初めてですね。芸人になって初めて撮らせていただきまして、はい、あのお正月休みは2年前ぐらいに初めて撮らせてもらって、夏休みは今年初めて撮らせてもらいました。結構長く9日間撮らせてもらいました。27時間テレビの次の日から8月の1日まで休みかな、うん、2日から仕事だった。だから俺は頑張れた部分もありますね。いやそうなん、もう次の日から休みなんやから、ここを最後頑張ろうみたいな。自分で体力無限なんか思うぐらい余裕やってんけど、眠気とかはそんななかったんけど、あの山内の目覚ましくん、リアル目覚ましくんの時は眠たかったけど、なんでやねん。分かる、眠気なのかそれシャットアウトしようとしてるのかどっちか分からへんかったけど、でもそれぐらい楽しかったなやっぱりな、うん、でその終わりに休みからしてもらって、はい、私シンガポールの方に、初シンガポール行ってきました、うん、海外旅行、27時間テレビがオンエアが23日の10時頃ですね、はい、10時前ぐらいに終わって、うん、でそこからまあお疲れさんみたいな感じで、はい、フジテレビ社内でちょっと打ち上げ乾杯みたいなのがあって、だいたいそれが終わったのが12時とか、そうね、俺は一番最初に帰ったから、うん、23時半前に帰ってて、うん、でまあ俺が12時ぐらいかな、はい、で家着いたのが1時ぐらいですよね、はい、でその日かって1時で、その4時間後の5時に俺はもうシンガポールで飛び立ちました。いや早っ、始発フライトみたいな、うん、あのまあ国際線なんで、うん、まあ、2時間半とか3時間前ぐらいに向こう入っとかなくてもあったんで、あれなんですけど、まあ死ぬでそんな27時間終わり、ほんで、ね、寝れてないから、いや高飛びやん、そう27時間でもう目ギンギンになって、家帰ってからの3、4時間なんか寝てないから、いややばっ、そのまま行きましたね、6時間半くらいかかるよね、うん、6時間半7時間ぐらい、はいはいはい、でシンガポール航空、はい、初めてビジネスクラスに乗りました。うわ、ファーストビジネスエコノミーみたいな感じか、はい、はい、ファーストもあるの？シンガポール多分あったと思うねんけど、ビジネスで初めてビジネス乗ったけど、もう十分というか、うん、これ以上広なってもぐらい、なんかね、席というよりはなんか漫画喫茶の個室ぐらいのイメージで、うんうん、めっちゃ広いで快適、なんかこうバタンでフルフラットみたいなのにできて、俺180なんだけど足伸ばして寝転べるから、めっちゃええやすごいな、うん、なんぼや値段が気になるわ。いや分からんことない、調べてください、シーズンにもよるやろうけどね、分からんね、多分相当やな、でそれで行かしてもらいました、うん、娘と息子と奥さん4人で、で息子はまだ1歳やからまだ抱っこ、うん、で行ってんけど、すごい良かったわ対応も、シンガポールエアラインさん、娘にもこうなんか逐一こう気配ってくれるし、うんうん、寝てくれた子供たちは、飛行機の中でさ、わーとかさ、さすがにそれはあんまなかったかな、まあもう4歳やからな、下の子とかさ、あ泣いたりとか、そん、まあ、ちょっと泣いてたけど、でもまあ全然大丈夫やったかな、たすごいな、で山内さんご存知の通り、俺、はい、英語全く無理やん、うん、中学英語も無理やんか、うん、そのやり取りで、はいはい、めっちゃ声ちっちゃなんねやんか、
やり取りするとき英語だと弱気やから、うん、まずその乗ったら、うん、まあ、なんか出発前になんかドリンク配ってくれはって、うん、何がいいですかみたいな、シャンパン、うん、オレンジジュースみたいな、なんか、うん、アップルジュースみたいな、はいはい、聞いてくれはって、アップルジュースちょっと弱気で喋っててんけど、はい、飛び立ったらシンガポール料理なんかな、うん、なんか鶏肉が、まあ、串に刺さった2本、うん、でスパイスで味付けしたやつをお皿に2本乗ってこう出てくる、うん、それだけ、うん、え、機内食？機内食とはまた別やね、ほう、機内食は別であんねん、ウェルカムフードみたいな、ウェルカムフードそう、ほんまにそんなんあんので、なんかほんまそれだけね、別にお酒が出てくるわけでもないから、まあ、お酒飲んでる人もいるんやろうけど、うん、それがこう出されて、うん、あ、センキューとか言いながらなんかスパイスの鶏だけこう食べてこれビジネスとかってなったらこんなたしなみ方もあんねんやみたいな、なるほど、それビジネスだけやろうね、俺前シンガポールロケで行かしてもらった時、うんうん、そんなんなかったもん、そのウェルカム的なの、ビジネスクラスの人だけやわ、で料理もなんかコースみたいな感じで出てきて、ちょっとずつこう、へえ、でまあシンガポール着いて、はい、暑い向こうって、でもね、そんな日本とめっちゃ変わるかって言ったらそうではない、あ、そうなん、うん、体感で言うとまだマシやった気はするけどね、で初日夜に着いて、うん、で知り合いの不動産の社長の家族と2、はいはい、家族で行ってたから、はい、初日に着いて合流して、うん、マリーナベイサンズに泊まりました。うわー、船乗ってるやつね、うん、そう、あのホテルの上に船乗ってる、船の上に船、最高や、で着いていきなりもじゃあ晩ご飯行こうよって、はい、で晩ご飯チリクラブっていうんですか、チリクラブ、あの手袋してなんか食べるカニの、カニね、あのスパイシーっぽいやつの、カニもあのなんかイメージする日本のカニじゃなくてさ、違う違う、グローブみたいなカニ、うん、キャッチャーミットみたいな、キャッチャーミットやったな水野のカニやったチリクラブ食べて、はいはいはい、向こうのちょっとお酒なんかもちょっと飲んで、はい、まあ1日目はこれで OK ねって言ってる帰り道ぐらいに足めっちゃ痛なりだしてで次の日ナイトサファリ行こうねって言ってて、うん、次の日めちゃくちゃ痛風出てて、最悪や最悪や、シンガポールでナイトサファリ休んで、自分以外の家族で全員が行ってナイトサファリの時、うん、家で、家ホテルで、最悪やで、これはでもまだあるからという、うん、ここで無理してほんまに歩かれへんようになったら、うん、あかんからというので大事を取ってナイトサファリだけ休む、うん、ナイトサファリってそんな歩かに車乗っとくだけやろ、それも念のために、念のために、でその念のためにナイトサファリ休んでホテルで一人寂しくかなと思ってたんですけど、うんうん、逆に俺としては良かったんじゃないかなという、なんで井上尚弥チャンピオンの世界戦があった、あ、はい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 、レミノさん様々ですありがとうレミノさん、レミノさんって何、中継してたとこか、ドコモのあの配信サービス、配信サービスなんかしてたね、無料無料、へ、ほんで俺は海外に行く前から、うん、マネージャーの小林にね、うん、俺シンガポールでもどうしても井上尚弥チャンピオンの試合を見たいから、うん、どうにか海外でも見れる方法を探ってくれっつって、うん、小林にお願いして、で小林はもう帰国子女やから、はい、そういうのもいろいろ英語のバーいけて、うん、VPN っていうのがあればなんか向こうでもなんかできますみたいなので手続きもこっちでしてやって、向こうで見れて、うん、最高や、ナイトサファリより良かったんちゃうかなって俺はこうそれで言い聞かせてるいやあれはすごかった、ね、一番の猛獣やったないやいやかましいわ、あやかましいわそう、ほんで一人で燃えて、それで部屋でうおーってなって、うん、でまあその2日目は終了、はい、で、3日目やな、うん、3日目が朝食食べて、はい、マリーナベイサンズの一番上のとこで、うん、バイキングみたいな、はい、そういう朝食食べて、食べた後にマリーナベイサンズプール出た、一番上ね、はい、はい、これがまた良かったのが、うん、足を冷やせたっていう痛風に良かったな、うん、で娘とプールの中で遊ぶのも浮力があるから余裕で遊べたっていうのは、まあ痛風の時プールやなっていう一個の発見にもなりましたね。マリーナベイサンズで痛風だったやつお前だけなんじゃんあんなリゾート地で、ほんでこの日から俺は車椅子に乗ってるからシンガポールで車椅子、はい、どうやってし
車椅子用意できた。で、ホテルの人にありますかって聞いたらありますって。あったんや、うん、オンデア通風みたいなやつ。でそれで車椅子乗ってたんですけど、まあ、プール入って、うん、であの写真も撮って、はい、プールからこう、はいはいはい、派手な街絶景のやつね。あ、そうそうそう、あれも撮ってプールで遊んで、プール暑いな。ほんで行った、マリナベイサンズの上の行ったことある。めっちゃ暑いな、やっぱ57階か何階から、あ太陽近いからめっちゃくちゃ暑い。せやけど虫一匹もおらんかったわ。いないのよ、上すぎて飛んでき方が分からへんねん。下いた、うん、俺前行った時にさ、ロケ行った時に聞いたんが、うん、もう観光に特化してるから、うん、公園であったり、うん、各お庭とかも、うん、定期的に虫いないかのチェック入んねんって。で虫がいたら虫を殺す薬みたいなのを政府がしっかりやって、うん、虫がもう絶対にいない環境を作ってるって言ってた。あ、これはその時のガイドさんが言ってたんけど、家とかのさ排水口を不潔にしてたらさ、うん、虫が湧いたりするやんか、うん、ほなそれが判明したら罰金やねん。2回目はさらに罰金が高くなると。だから各家があの清潔さを保って虫が湧かないようにしてるんです。でも虫除けスプレー売ってたで。あ、売ってたよ、うん、じゃあいるね。虫除けスプレー一応売ってたから買って振っといたけど、いるのはいるんや、うん、でもなんかブーンとか飛んでるのはないやろ、あそこないな。それはない、それはない。めっちゃいいイメージやね。でそのマリナベイサンズのプール終わった後に、うん、ダックツアーっていうの行きました。何それ。あの水陸両用バスみたいなのがあって、おうおう、あの陸上をバーッと走って、うん、でその後海にダーンと入っていって、うん、海もこう回っているみたいな。でそれツアーに入っててんけど、これがまたな大変やったのは、そもそも15分ぐらい遅れますって言われて、うん、そのダックツアーの場所に行ったら、うんうん、で外で暑いとこで、ああそのバスが帰ってきてんけど、うん、だいたいほぼお客さん降りてんけど、なんか一組だけお客さん降りてけえへんくて、うんうん、パッて見たら上で中国の太った女の人がブチギレててんや、うん。ミラーのサングラスしたむっちゃでっかい人がダックツアーで、ね、でその係の人に切れてて、うん、で係の人は待ってる人がおるから、うん、とりあえず降りてください、うん、みたいにしてんねんけど、絶対降りへんみたいな。その内容分からへんけど、もう何が気に食わんかったか分からへんけど、むちゃくちゃ切れてんねん。そっから 3,40 分ぐらい降りへんかった、ね、結局ツアー1時間ぐらい遅れてた。最悪や、なんなんその人。でその従業員も途中で、うん、25歳ぐらいの兄ちゃんやったけど、ぽっちゃりした、うん、みたいな怒り返して、ね、怒り返して、でそれでまたヒートアップ。絵に描いたように兄ちゃんがなんかみたいなしだしたら警察わー来て、うん、でなんか降りる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 、うん、でも下からも上に向かって、わーみたいな、うん、こっちは待ってんねん、お前さえ降りたらとりあえず行けんねんみたいなことを言ってんねんと思うねんけど、それでも全然降りひん。なるほどね、他の中国人言葉喋れる人がそのおばさんに対して、そう下から言ってんねんけど、で1時間汗だくで、俺は何がそんなに消えることあんねんと、うん、おそらくダックツアーに来てるっていうことは旅行を楽しみに来た人なわけやんか、うん、なんかちょっとあったとしてもさ切れへんやん基本的には、まあ、んと思ってもまあ旅行やしみんなおるしみたいな、うん、そうみんなおるしがあるよ、そう次の人もいるし。で俺は何をそんな切れる、あっこまで切れるって何があったのかなと思って、うん、そこに注意しながらダックツアー乗ってみて、うん、だからツアーガイドみたいな人がおんねんけど、うん、まあ日本語じゃないから全然分からへんねんけど、ずーっと喋ってあんねん、なんかこいつ説明してるみたいな感じやねんけど、それがめっちゃおもんなかったかなと思って。そんなことでもそれか、なんか最近建てた自分の家の話とかしてんのかな。なんで話して家の話。昨日の井上尚弥チャンピオンの試合の考察を勝手にしてたりとか。めちゃくちゃ切れてたわ。でも考えられへんな、どういうモチベーションなの。1時間ぐらいみんな外で動画撮ってる人もおったわ、切れてる。検索してみよう。そう、ああ引っかかるかもな、もしかしたら。シンガポールダックツアー行って、でその日は晩ご飯ウルフギャングに行きました。おお、ステーキの。そう、あの不動産の知り合いの方が、うん、あのウルフギャング行こうということで、うん。日本にもあるもんね、ウルフギャング。うんうん、人気のお店じゃない。でその日の晩にカジノに行きました。出た。はい。え、何日目？3日目。3日目でやっとカジノ？あ、なんで？我慢したな。足痛かったから。あ、足痛かったから。でその不動産の会社の。うん。社長に押してもらいながら勝ち、はい、大富豪やと思われた。
社長の見た目がもうむちゃくちゃ大富豪やのに、うん、それに押されてるジャージのやつやからより金持ちに見えたかも。でそ行って、うん、まあ、ほんまに恥ずかしかったのはそのカジノ行ってカジノの前で写真撮ろうって、うん、入り口のとこで、うん、で、分かりました、じゃあ僕写真撮ってもらっていいですかって携帯渡して、うん、でバーッと行った時にちょっと傾斜になっててんや、うん、そこで俺がイエーイってやったらこのまま車椅子ごと後ろにパターンで倒れてめっちゃ恥ずかしい、なんかこうかカエルみたいな状態めっちゃ焦ったんちゃう、バーンって倒れて、うん、だから倒れた瞬間にカジノからなんか 4,5 人バーって人出てきはって、うん、あ、OK? って言われてんけど、うん、あ、OK? OK? 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 何の見えへん大負けしたと思ってる向こうはなんか、いや、よく転んでるんですみたいなスタンス取ってもらってオッケーオッケー、ノープロブレム何にもオッケーなことあれへんで、カジノ行って、はい、楽しそう、カジノ、最初ブラックジャックとかやってたんですけどめっちゃ広いよな、マリーナ・ベイ・サンズのカジノめっちゃ広い。カジノってなんかこう、やっぱ鉄火場みたいなイメージがあるからさ、うん、ちょっと薄暗かったりするんかな的なイメージ、うん、俺的にはあんねんけど、はい、明るすぎてほんま巨大ゲームセンターみたいな感じやねんけど、ね、めっちゃ広くてコーヒーがめっちゃ甘い、めっちゃ甘いコーヒーとか無料でどうですかみたいな感じで配ってはんねん、めっちゃ甘いねん、めっちゃ甘いねんブラックなんかないで、めっちゃ甘いのしかない、その記憶しかない、前行った時めっちゃ甘いねん、であんま思て、うん、そのウーロン茶置いてあるから、うん、こっちのティープリーズって言って飲んだら紅茶でめっちゃ甘いねんうどんちゃうねん、あれなんだよ、あんまいねん、あれ全部甘いねん。そうで最後な、まあ最初俺10万円だけ、はいはいはい、換金してチップにやっててんけど、まあそれが7万円になったり6万円になったり、うん、みたいな、ブラックジャックでこう、はい、負けみたいなのが続いて最後バカラ行って、うん、30万勝ち、すごっ勝つってすごい、30万勝ちようやめれたな、うん、一瞬勝ってても足痛かったから、ね、足痛かった、うん、かわいそうな、うん、もう30万ぐらいでピーク迎えて足でそれで帰って、そうで、よかったよかった言って、で4日目にセントーサ島っていうところに行きました、はい、はいはいはい、ユニバーあるとこだ、そうで水族館もあって、うん、ユニバーもあって、最初水族館行って、うん、まあ、まあ大きいとこでしたわ、普通に回って、うん、子供は嬉しい。で USS 行きました、ユニバーサルスタジオシンガポール、はいはいはい、うん、そう USS っていうんや、 USS、 じゃあ UFJ のネタできへんな、シンガポールじゃできへん、意味わからん、うん、 USJ と UFJ、 USS と USA を間違えるとかになってくる、そうやな、うん、変えなんか、変えシンガポールで営業の時は、うん、でもそこだけ変えたらあと全部いけるから確かにそれでいける。そうユニバーサルスタジオシンガポール行ってんけど、うん、なんかシンガポールのさ、マーライオンって三大がっかりとか言われるやん、はいはい、うん、でも俺でけえ思って結構感動してん、USS はまあまあがっかりやったな、あ、そう、どの部分が、やっぱ USJ を知ってるからかも、あ、もうね USJ がすごすぎるわ、日本のね、あのユニバはやばいっすよね、海外の人も大きさもちっちゃいし、もぎりの人がガム噛んでたしいや海外や、うん、海外っぽい、全然ええねんけど、俺行った時さ、ザ・マミーっていうのあってんか、ハムナプトラみたいなのの、うん、アトラクションで、うん、日本にないアトラクションが 何個か USS あるみたいなのがあって、うんうん、それに乗ってんけど、もう国の違いなのか、本当に子供も OK だったアトラクションやと思うねんけど、うん、まあ、むち打ちになるぐらいスピードでマジでギャンギャン、もう首グッて構えていかないと、こんなに違うんだと思った記憶がある。それでこの日からもう一家族合流して、 お医者さんの、ほうほう、見てもらってつい足りんかったら持ってきてもらおうかなと思ったけどそう合流して、で3組で子供が計だから4かな、4人になって、うん、家族で、はい、でも俺はその時ももちろん車椅子なんで、うん、みんな他の家族の方が子供みんな遊ばして見てくれて、うんうん、でまあめっちゃ楽しんでてんけど、一個そのグッズ売り場みたいな、 USS の、うん、グッズ売り場があんねんけど、うん、まあ普通のグッズ売り場やねんけど、うん、グッズ売り場の奥に一個だけアトラクションがあんねん。でそのアトラクションがなんか観覧車みたいな、ミニ観覧車みたいな、うん、5つ6つぐらいしかついてないねんけど、うん、ほんまミニ観覧車、3メーターぐらいかな、あ、ちっちゃい、ちっちゃい観覧車やねん、それに乗りたいって言うから乗っといでって言って、うん、
言って言っててんけど、段取りというか、うん、また5つやったとするやんか、うん、こうぐる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 回んねんな、うんうん、ではい終了ですって終わったら、普通の観覧車やったらこう動きながらこう順次乗せていくやんか、はいはい、だけどちっちゃいから1個ずつ止めんねん、うん、降りる時に、はいはい、止めて出て、俺のイメージとしたら全員1回ブワー出して、はい、ほんでその後にブワー乗した方が俺はいいような気がするけど、うん、そこのやり方が1個出て、だから一組入れて、うん、鍵して、うん、ちょっと回すねや、うん、でまた次のところ開けて、うん、出て、はい、入って、はい、ちょっと回すねや、だからなんか本番始まる前にほぼ一周ゆっくりこうしてそうやな、めっちゃ止まるやん、めっちゃ止まんねん、めっちゃ時間かかんねん、一回乗ったらそのまま流れでずっと回っときたい、そうそう、もうなんかカシャン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 みたいな、あいつ悪い気がするみたいな乗り物があったな、はい、でその日はもう一回カジノ行きました、その後でカジノ行って、うん、まあ、30万買ってるから、はいはい、前日にちょっと気を置きなって、はいはい、すぐ30万なくなってなくなるよな、でなくなったとこでよし振り出しやから大丈夫大丈夫とかなんか言いながら、うん、そっからまた30万買った、すごいなすごいね、うん、それが最終日、最終日前日カジノは 何をメインでやって買ったの、バカラ、ほんでバカラのディーラーさんってちょっと怖いやん、あみたいな、はいはいはい、もうダメだよとか言ったりね、うん、そうそうそう、はい、めっちゃ日本っぽい兄ちゃんで顔もあの昔の太ってた俺にそっくりに、こうやって買ったらさ、うん、ウィン、うん、ジャパニーズなんて言うのみたいな、おうおうおう、勝ち、あ勝ちね、勝ちみたいな、結構フレンドの兄ちゃん、はいはい、いいでその兄ちゃんで買ったな、あなるほどね、でその兄ちゃんがええな思って、次の日もその兄ちゃん探してて、うん、でもいなかったけどなんか言われなかった、お客さん、俺前行った時横のお客さんがブラックジャックとかだってさ、もう一枚とか言ってもう一枚すんなよとか横のお客さんが言ってきたりしてて、何があってんみたいな、こんかった方がええでっていう姉ちゃんはおったな、なんか34、5歳ぐらいの姉ちゃんかな、俺があのバカラやってたら、うん、そのバカラのミニマムベッドみたいなのがあんねんな、最低ベッド額ね、うん、最低ベッド額みたいな、まあ、100円とか10円かけれない、そうそう、で俺がやってたそのテーブルがミニマムベッド最後2万円やって、うん、高っ、めっちゃ高ないそれ、高い、2万円以下ダメってことでしょ、そうそうそう、そこのテーブルしか空いてなくて、それは結構高い方、高い方、せやけどそのテーブルに2万あったらええねんな、多分あれって、ほうミニマムベッド、テーブルに2万なのか、ワンプレイヤーのとこに2万なのか分からんけど、うん、あったらええねん、うん、だから2万円もかけれないけど、うん、勝負はしたい人がおるねん、うんうんうん、でその34、5歳の姉ちゃんがそうやったんだけど、俺がこうチップ2万円分積んでるやんか、うんうん、ほんだら後ろから来て俺のチップの上に乗せていい OK みたいな、はい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 、だから5000円ぐらいを乗せんねん、2万円じゃないけど5000円ぐらい乗せんねん、でそれはなんかカジノ的には OK なんやと思うねんけど、うん、OK って言われて分からんけど、ああ OKOK、カードをこう見んねんけど、はいはいはい、見て、まあ、負けるやんか、うん、しゃあないやん、うん、ほんなら後ろで、うん、えお前なんか乗っかってきたんちゃうんっていうそもそもそれじゃ無理やったんやんなっていう、なのに俺がこうやってカード絞ってあーとか負けたら、うん、あえ乗せんのやめてもらえるもんっていうえそのテーブルは濱家しかいなかったの、2万かけてる人他にも、うん、他にもいたよ、あ、うん、なるほどね、じゃあ別に反対の方に乗っかってもいいわけやな、その人は他の人のとこにも、ね、乗っかれるわけや、うん、自分で濱家を選んで、選んであっそれ自分に言ってんじゃない、自分の不甲斐、ほんでなんかほんでチップ借りてきたのか何なのか、うん、ちょっと持ってきたのにチップ、うん、で俺の2つ隣ぐらいに座った瞬間に俺の顔めっちゃ描いてなんで、うん、めっちゃ恨まれてるやん、それでもう勝ったんや、30万とんでもない打ち手もいたわ、綺麗な女の人でメイクしてへんねんけど、うん、まあ、多分30歳ぐらいの女子、うん、めっちゃクールなちょっと きつめの顔をした綺麗な女の人、うん、俺があのバカラ打てたらポンって座って、その今までのバカラ の結果、はいはいはい、スコアバー見て、うん、全然座ったのに打たへんねん、お急にな、うん、ボンって20万ぐらいかけんねん、お
えってなって、うん、バチンで勝つねやんか。へえ。ほんでその後全くまた歌えんねん。あるとこになったら、うん、またバチンって20万ぐらい打つねん、うん、バンってかかんねん。7連勝ぐらいしてんねん。すごっ。でどこのタイミングでかけてんのか見たら、うん、まあごめんなさい、これ見てる人は分からへんかもだけど、例えばプレイヤープレイヤーバンカーバンカープレイヤーとか、その1個だけな、この流れの中でそう来たらこうっていう決まりの部分が何箇所かあってん、その同じ流れが続いてるところが、うん、他のとこはいろいろバラバラなんだけど、うん、そん時だけ狙い定めて打ってんねん。そんなオカルトやん。オカルトちゃうのそんな。いやまあ言ってもオカルトやと思うけど、どれが勝ってんの、おーみたいな、ナイスプレイイエーイみたいなとか、うん、テーブル叩いてもめっちゃ無視されて変な運気もらわないようにされてる。喋らんとことしてすごいな。ここに黒猫の入れ墨入ってたで、最終日かな、最終日はフォーシーズンズホテルかな、うん、のヤムチャ、めっちゃ人気のところ、うん、ヤムチャ食べに行って、めっちゃ美味しくて、でなんか買い物とかいろいろ見て、はい、ハイブランドとか見てんけど、うん、買わない今海外高いから、うん、高いよね、うん、でその海外高いを決定づける出来事があってんけど、うん、ほんまに物価めっちゃ高いね今シンガポール、うん、だからシンガポールに今ほんま旅行行ってる人って金持ちばっかりだと思うわ、はいはいはい、もう異常な高さで、で、あ、なんか日本食食いたいなってなって、一風堂あってん、一風堂。おお、分かりやすいよ、そう、これ一風堂行ってんやん、はい、その不動産の社長とお医者さんと俺、うん、男3人でちょっと一風堂食いに行って、うん、白丸ラーメン、はい、白丸、白丸と赤丸あります、はい、プレーンのやつ、はい、白丸ラーメン3つ、うん、で、各ハイボール3つ、うん、なんぼやと思う。まあ日本なら、うん、ラーメンが多分900円前後ですよね。で、ハイボールの値段も日本なんぼなんやろな、ちょっと待ってよ、820円かね、うん、820円の3倍、2400、2500として、うん、ハイボールもまあ1杯500円とかか、酒の前か分かんない、そうやな、ってことは5353、4000円とかじゃない、うん、3人1万300円、高いねやっぱ高いね、高いやろラーメンで、ラーメン3倍とハイボール3倍で1万超えてたで、高いね、高いよな、だから全部そういうことやろ、お土産とかもきっとピンとこないけど高くなってる。ほんでそんな値段って分かってなかったから、そのお医者さんが、うん、あ、ここ僕払っときますわって、うん、持っていかはって、うん、あ、いいですいいです払いますって言ってついていってんけど、会計見てすごい引きたかったね高思って任した方がいい、うん、すいません、ごちそうさまです。シンガポールでも楽しかったわ、ね、足さえ普通やったらもっと楽しかったやろなでもすごいことに俺途中まあ悪化したらあかんから車椅子乗っててんけど、チューしてたわ歩けるようになってたもん。いや、そのなんか神秘の国みたいな言い方してる、さすがシンガポール。いや、さすがシンガポールじゃなくて、痛風がそんだけ長いこと出てたら治るやろ。だんだん社長が言ってたもん、自力歩行できるようになったなぁ言うていやでもシンガポールはいいんだろうな。ベイサンズはいくらした？結構、いや俺なんか全部込み込みでなんか旅行の人にやってもらったから細かいのかな、ほんまちょっと分からへんねんけど、チップはやった？チップってあれどういうシステム？ベッドの上に置くやつ？あ、そうそうそう、あ、やってないじゃあこいつって思われてるやってない。チップしなくていいって俺も言われてんけど、うん、もともと行く前、うん、でも現地行ったらやっぱみんなしてますよみたいなこと言ってたから、そうなんや、一日外出るときは清掃の人用になんか置いたりとか、でもありがとうって言っといたお金で欲しい、ね、ありがとうな車椅子も借りるわもう払えへん。まあ、まあ、値段言うのもあれか、いや聞きたい聞きたい、こんな高ないよホテル一泊。俺だから24について24、25、26、27、28の晩に帰ったから4泊5日になるのかな、はい、はいはいはい、4泊で43万、だから1泊でも10万ぐらいってこと、うん、でもマリーナベイサンズやってことやんな、うん、じゃあスイートとかやばいよ、やばいと思う、値段29に帰ってきたの、
29に帰ってきて、じゃあ30、31、1日は日本にいたってこと。そう、あそこは療養かわいそう、かわいそう、療養やん、療養やんか、療養ですか、うん、ほんでなんか開けて療養明けで仕事復帰して、うん、でかまいたちの来てん時なんか食中毒で死にかけてんの、死ぬかわいそう、39度5分熱で大げさじゃなくて、うん、寒気するじゃなくて、うん、一番やばい時な、ほんまにやばかった、奥さんがガチだったけど救急車やばかいやそのレベルよ、あれそれ食中毒やろマジで、食中毒やった、俺ももう救急車呼ばない、これトイレで吐こうが何しようが、あこれあかん、なんかやばいやつやって感情になって、歩かれへんかって、あのさ立たれへんかって、うん、俺のこの絹ずれの音がすごすぎて奥さんドア開けてきたから最悪や、でも今めっちゃ元気、いや今めっちゃ元気じゃん休み療養に使ってたな結構、どう4泊もっと欲しいぐらい、シンガポールは、まあ、4泊で堪能できたなという、うん、もうちょい降りたいかな、あなんていうのその通話やったからまあそうでしょうねナイトサファリも行けてないし、うん、ナイトサファリ行かれへんかったし、カジノも、うん、そんな絶対俺毎日行くわ、うん、まあカジノに関しては通風でよかったんかもな、買ったとこで切り上げた、まあ確かに、うん、最終日もちょっとだけ行ってん奥さんと、うんうんうん、で奥さんが20万ぐらい負けてん、あで俺もその30万なくなってもうて、あらで前には20まで行ってんけど、うん、からバカなんて50万買ってすごい、結局プラス30で、そうなんだ30っていう数字なんだやろな、だから30まで1日目30で買ってるから、うん、30まで買ったら OK みたいになったんかも、そこでやめ、だからパッとやめる、カジノがこいつはもう30マックスにしよう、30の男カジノって24時間ねやってるから、うん、多分体調良かったら奥さんとか寝て子供も寝た後、そうやな絶対行ってる、男だけで行けるから毎回行ける、でもなんか英語のスクールとかに行ってるのもあって娘が「センキュー」とか普通に言ってたわ、おお並ばせてる意味あるなと思うんですね、触れさすのは大事やなと思ったら、こんなに親父が恥ずかしそうにアプリですねそういうののたびに英語習おうと思うと続かんよ、でもあれやで、あの俺ほんまに普通の英語、日常会話の英語ちんぷんかんぷんやったけど、うん、カジノの英語全部分かったんカジノ用語やろ、なんかいやでもバカラに、なんかこう、そうバカラにタイガータイとか、うん、なんかいろんな、なんか聞いたことないの、聞いたことない、何が何か分からへんかって、でこれ何やろうなみたいな言ってたら、うん、あなんかええー、ってこう全部英語で喋ってきてんけど、うん、ああなるほどなるほど、2枚で、同点やったらこうやけど3枚めくった時に同点同点やったらもっとここで何倍になんねん、ああなるほどみたいな全部分かった、なんで分かんない、カジノ英語が全部分かった、うん、カジノって謎のゲームあるよな、日本人があんま知らないような、大小とか、大小はまあ分かりやすい、なんか札みたいなのをなんか並べて出すみたいなのあって、あとなんか壁にサイコロ当ててなんかやる、ね、まあ分からんから盛り上がられへんルールが分からない、ルールが分からないから、まあいい夏休みですね、いい夏休みでしたね、来年行きたいな俺がシンガポール、ハワイ、その辺ハワイ、でもなんか聞いたらハワイ交通費だけで300万ぐらいするらしいちょっと払えないな、払えないよ、船借りて自分で行った方が安いんでしょめっちゃ時間かかるやろチャンネル登録お願いします、よし、さあ到着、ちょっと部屋はちょっとスケジュールの都合でちょっと移動で今回はトークしたんですけど、はい、うん、今から行くとかまた後日お伺いします、はい、はい、了解です、お楽しみに、はい。